はい、スタートですね。まずは勢いよく3番の山原選手がスタートを取りましたね。そしてその後ろには1番車の大久保佳林選手ですね。そしてその後ろ佐藤美奈選手です。その後ろには5番の梅川選手、4番の小坂選手、7番の太田選手、6番の細田選手、このような並びでスタートを切りましたね。はい、はい、この中でやはり注目されるのは黄色の5番車ですね、はい、梅川風子選手です。7月からナショナルチーム練習を重ねてますのでね、はい、パワーアップしてますよね。スピードもパワーも上がってます。そしてその前にいる2番の佐藤美奈選手もナショナルチームですね。あとこの中でもう一人ナショナルチームは後方から2番手ですね、7番の太田龍選手、この選手も国際レースで活躍しています。はい、先日の全日本トラックレースでもね、自身初のスプリント優勝しまして、はい、自信を持ってこの競輪祭に臨んでますので、まあ、どんなスピードを見せてもらえるのか太田龍選手楽しみですね。このレースなんですけども、やはり先行タイプは2番の佐藤選手、そして、まあスピードを生かしてまくりなら梅川選手かなというところですね。まあ、先行回数の多いのはやはり佐藤美奈選手、そして1番の大久保選手なんですけども、やはり度胸のいいのは山原選手3番かなと思いますね。はい、初日の山原選手は太田龍選手と高木真備選手を相手にホームから一気にかまして出ましたから、まあ、やはり調子が悪いとはいえあのレースができるのは立派なものだと思いますね。前を取った山原さくら選手、打掌でね、誘導員が外れて先頭体制ですよね。動きがありません。1番の大久保選手も後方を見ているんですけども、佐藤美奈選手以降、動きがありません。ここで、もうかけてしまいということで山原選手が一気にスパートですね。昨日同様先行です。はい、そして2番手には大久保選手が追走しています。ここで1センターから一気に2番の佐藤美奈選手、その上をさらに梅川選手がまくるんですけども、はい、7番の、ね、太田龍選手、こう内が集まっているはずなんですよ ね。 そうですね。しかもここから抜け出して外に持ち出しの、ここから踏みの、はい、ここから2着まで来るんですよ。この加速すごくないですか。さすがですね。これはやっぱりね、ナショナルチーム、まあ、すごいですね。あそこ切り替えたのが良かったですね。内に行かずに。そうですね、危険地帯なんですね、正直。あそこは危険地帯でどうにもならない、バック踏むしかない。ですけども、そこをね、外に持ち出しての、またあそこ外に持ち出しての加速力っていうのは、太田龍選手、さすがですね。パワーありますね。パワーがあります。でも結局はナショナルチームがワンツースリーですね。そうですね、うん、はい、終わってみれば、終わってみればナショナルチーム、ね、見事でしたというところですけども、はい、